はい、どうも皆さんこんにちは。海辺の工務店気ままチャンネル S クラフトの新原です。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介するこちらの間取りですね、平屋7坪プラスロフト付きというプランになります。平屋なんですけど、これだけね、大きなカバードポーチがついています。ちなみに縦坪は7坪、そしてこのポーチの部分が6坪あるといった形になっています。今回この間取りを作りながら、ここに住む人物像ですね、考えたのは50代もしくは60代の車好きの男性1人が住むイメージですね。さらにこのように、ご友人をね集めて、このテラスでバーベキューやったりコーヒー飲んだり、愛車を眺めながら時間をゆったり過ごせる、そんなイメージで間取りを作ってみました。まずはぐるっと外観を見てみたいと思います。といってもシンプルな切り妻ですよね。これだけ小さい14畳という建物、7坪ですからね。そしてロフト付き、敷地面積は約60坪になります。このようなレイアウトで作ってみました。60坪の敷地に対して14畳、7坪の平屋になるので、これだけゆとりがありますね。さらにここで6坪のウッドデッキを作っていると。どんな間取りになったのか気になりますよね。それでは早速間取りの方を見ていきたいと思います。まずは敷地のレイアウトから見ていきましょう。敷地の大きさは13m×14m ですね。それでいてこのように敷地面積 61.93 坪、約62坪ですね。そしてこの建物ですね、これこれこれと含めると 7.75 坪、でも十分暮らせるかどうか、その間取りを見ていきたいと思います。建物の大きさ見てみましょう。端から端まで 6.37m、 奥行き 3.64、 つまり2間ですよね。今回建物のレイアウトはこのようになりました。建物の中央に玄関を持ってきてます。そしてそのまま入るとリビングですね。リビング10畳、リビングの中にキッチンを持ってきています。キッチンの大きさは 1.8m ですね。そしてここに冷蔵庫で、ソファーがあって、壁掛けのテレビですね。そしてロフトに行く階段と。リビングからこのドアを入ると脱衣洗面室、そしてトイレですね。洗濯機があって、洗面化粧台があって、トイレがある。このドアを通ると 0.75 坪のユニットバスがあります。今回はこのテラス部分をメインにしているんですね。リビングは狭いんですけど、この全開放できる大きな窓を設けているので、リビングとこのウッドデッキ部分のテラスが一体化しているというイメージですね。そしてこのデッキの上に物入れ 1.5 畳というスペースを持ってきています。つまりここが建物の収納庫になっていますね。さらにこのテラス部分には大きな屋根、カバードポーチがついているので、そこにこのシーリングファンをつけています。そしてここにソファーですね。さらにここに3人掛けのテーブルと椅子があると。これが1階の間取りになります。ロフトの間取りはというとシンプルですね。はい、このように 5.6 畳の寝室ですね。ここが寝室になります。そして吹き抜けスペースと。それではこの間取りを実際立体化して見ていきたいと思います。はい、こちらになりますね。ここに玄関ドアありますね。そしてここタイルスペース、タイル部分で靴を脱いで、リビング、そしてキッチンですね。ソファーがあって、壁掛けテレビ。そこからロフトに行く階段と。ちなみに今ドアここ消えちゃってるんですけど、階段下はきちんとここから使える収納庫になっているので、1.5 畳ほどの収納スペースがここにあるといったイメージですね。そしてこちら側に冷蔵庫。このドアを開けると洗面化粧室に入り、洗
洗濯機、トイレ、洗面化粧台と、そしてユニットバス。リビングからここテラスですね、ここテラスに出て、さらにここには 1.5 畳の収納庫があります。玄関ですね、ここ玄関、タイル、そしてリビングと。でリビングからここ階段下収納の扉があって、壁掛けテレビ、テラスに出る全開放の窓があり、キッチンですね。そしてキッチンの脇からここ入ると、はい、洗面化粧室、そして洗濯機とオープンになっているトイレ、洗面化粧台、そこにユニットバスと。そしてここデッキ部分ですよね、大きなテラスがあって、ここに収納庫がある。さらにロフトに行ってみると、ロフトはこのようなスペースになっています。寝室としては十分使えますよね。さらに、まあ、収納をねここに置いてもいいと思いますし、純粋な平屋寝室にすれば天井の高さは 1.4 メーターになると。外観からいくとこのようなイメージになっています。とても7坪には見えない、そんなボリューム感が出ていますよね。それはやっぱりこのテラス屋根ですね。ここに約 3.8 メーターの屋根、カバードポーチがついています。これだけ屋根を出してしまうと暗くなるので、ここに明かり取りの窓があると。そうするとテラス部分から見るとこのようなイメージになっていますね。ここにシーリングファンがあるので、まあ、基本的には室内のリビング使ってもいいんですけど、冬場ではない限り一年中ここで過ごせる、夜でも過ごせる、そんなイメージで作っています。そのためこのシーリングファンが非常に活躍すると。外用のこういうソファーテーブルを置くことで、まあ、ここでねゴローンと横になることもできますよね。まあ、こんな感じで愛車仲間と一緒に過ごす時間、休日ですよね。こういったことをちょっとイメージして作ってみました。玄関はこんな感じ、至ってシンプルですね。玄関はシンプルです。それでは外壁を取り払って見てみたいと思います。わかりますかね、こんな感じになってるんですね。これでロフトの一番高いところどれぐらい取れてるかというと、約 1.8 メーターありますね。 1.8 メーターなんですけど、建物申請上はこの辺で、ここら辺で 1.4 メーターの天井を作る必要があると。そうすると純粋な平屋申請になります。室内を見るとこのように、実際はリビングスペースってここ窓があるんですけど、この窓全開放できるので、窓を開けるとこのような感じでリビングとテラスが一体になるといったイメージになりますね。ルームツアースタート。7坪ですからね、どんな間取りなんでしょうか。はい、玄関入るとまずこういう空間が広がってきますね。目の前にキッチンがあると。そしてこの全開放の窓ですね、実際に開けてみたいと思います。はい、窓を開けるとこのようなイメージになるんです。非常に奥が抜けて見えるので、実際は 3.6 メーターしかない奥行きでも、かなりこのテラス部分まで含めると広く感じると。この窓ははめ殺し、フィックスの窓になっています。そのため明るさは結構確保できているんですね。またこの屋根についている明かり取りの窓ですね、これもかなり効果は大きいです。そのままリビングからテラス出てみましょうか。このような感じでずっとテラス出ていくと、はい、このように愛してやまない愛車が見れると。そしてここですね、ここは外物置なんですけど、カバードポーチがついているので、まあ、雨の日でも何でもね普通に使うことができると。はい、このような感じでね物置になっているので、何でも入れられる、収納できる、結構広々としたスペースになっています。テラスからリビングを覗いてみるとこのような感じですね。やっぱり奥行き結構感じることができますよね。実際は広くないにしてもこのような感じで奥行きをうまく出すことができると。でこれは階段下の収納の扉ですね。これは玄関ドアで、これが冷蔵庫になりますね。そしてこのドアは洗面室に行く扉になっていると。壁掛けテレビなのでこのようなイメージになっています。おそらく一人で住むには、まあ、ちょっと収納は足りないかもしれないですけど、屋外の収納をうまく使ってあげると解決するのではないでしょうか。あとはこの階段下の収納もねしっかり使えるので。では洗面化粧室へ入ってみたいと思います。
はい、このようにね、至ってシンプルですね。洗面化粧台があって、そしてここにトイレがある。トイレの脇には洗濯機ですね。ここがユニットバスの入り口になっていますね。このように見てみるだけでも、まあ、それなりに奥行きを感じることができるんではないでしょうか。実際は10畳のリビングになっています。それではロフトの方に行ってみたいと思いますが、一応ここは勾配天井になっています。吹き抜け部分ですね。ここのリビングの天井の上が吹き抜けになっていて、ここにロフトがあるイメージですね。ここにロフトがあります。それではロフトの方に登っていきたいと思います。はい、ロフトですね。ロフトは5畳半なので、このような空間になっていますね。ただし大きな窓、まあ、フィックスなんで開かないんですけど、このような形で窓が壁面についているので明るさは十分取れています。反対側にもこのようにフィックスの窓ついているので、まあ、明るさは十分ですね。フィックスではなくて開けられる窓にすれば通気もしっかり取れますよね。風が通るようにできる。今回はこのように平屋7坪、そしてポーチ6坪、さらにロフト5畳、まあ、このような間取りを作ってみました。おそらくこの建物は建築コストもかなり抑えられると思いますね。ポーチの部分、例えばウッドデッキをアイアンウッド使ったりすると費用は跳ね上がってしまうんですけど、建物本体の価格は今まで間取り考察で出している建物よりもかなり抑えられているはずです。今回この建物でやっぱり特徴的なのはこのテラス部分で、建物を小さくする、つまり建坪を小さくすることで価格はぐっと抑えられます。その分このようにカバードポーチを設けてあげることで下をうまく活用する、つまりデッキなどをこのように大きく取ってあげるとリビングから一体感がある空間として使うことができると。段差がないというのも大きな特徴になるかと思います。こちらの間取りぜひ建ててみたいという方がいましたらお問い合わせください。